道路を埋め尽くすように散乱しているのは大量のイワシです。午前9時半ごろ、厚岸町おぼろの国道44号でイワシを積んでいたトラックの運転手から、荷物として積んでいた魚を落としてしまったと警察に通報がありました。この影響で国道は片側通行となり、警察などがおよそ1時間にわたり片付けに追われました。警察によりますと、トラックは釧路方向に向かっていて、トラックの運転手は道路の凸凹でトラックが弾んで魚が落ちたのではないかと話しているということです。